使います。出てきてくれた、すいませんね、お忙しい。何これ、もう撮ってる、始まった。マジで。まずは15周年おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ね、ご丁寧に。いえいえ、はい、あの昨年の我々の20周年の時も、はい、いろいろご協力いただいて、はい、いえいえいえ、もう、はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、お世話になりました。今日はあれなんです、はい、私あの今週13日に、はい、あのカウンターブローに出てもらうので、はい、そのあのなんだっけ、お詫びじゃなくてなんだっけ、ご挨拶、ご挨拶に、はい、何ど久しぶりに去年でも札幌で、はい、やらせていただいたのと、はい、ありがとうございました。なんかそんなにあれだっけ、敬語だったっけ私に。いや、まあ、あのカメラ回ってるんでどのテンションかまだ自分のキャラが設定してないんで、あのおえやで、ほんま。7月末にほらワンマンもあるね、新夏忙しい中の出てもらえて大変光栄です。こちらこそありがとうございます。一つよろしくお願いします。大切な日にこじつけたナイスな日なんですけど、13日の金曜日なんで、地獄のような一日になるように、はい、そして最終的にハッピーにナイスになるような、はい、一日に なれば、お力添えできればと思いますので、はい、皆さんで盛り上がりましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、ということで頑張りますので、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな遊びに来てね。山田早く、山田早く来て。悪口かもしれない話をしていいですか。どうぞ。この間電車に乗ったわけですよ。で、まあいつもの通り私はどっちかというとモラ吉なのでモラ吉はい、お前そこに止まらないとか、うん、でも前回のやつすげえ賛同する人多かったよ。あ、本当？うん、よかったね。わかるわかる、言うて。よかった。で、前回何言ったんだっけ。なんか電車の、ま、でのマナーみたいな。リュックの、はいはい、四角いリュックと、はい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 、そうね、うん、私もそっち派ですみたいな。あ、本当、よかった。ほんでね、うん、で、まあ、その日混んでたわけですよ。そしてあの小袋のところじゃないですか、あのみんな大好きなところ、うん、あのドアがスーンのこ、ね、そこ、ここね、うん、ここ二大スポット、二大スポットみんな大好き。ほいでそこにちょっと体の大きい人がいたわけ、うん、でさ、やっぱりあそこってあの混んでる駅の開閉時にはやっぱ降りた方がいいわけ、まあ、もしくは奥に行っとくとか、うん、でその人やっぱり置けないわけですよ、うん、で受けろよと思って見せたわけ。私別にそこで降りるわけじゃないんだけど、受けろよ、受けろよと思って見たらその人がってやって、あ、悪い人じゃないんだなと思って、それ避けろよと思ったんだけど、気持ちはある。ちょっと許した、許したっていうか、そうだった、そうだ、ね、許せた。なんかほっそり、全然幅を変わってない。フクロウみたいなやつよね。フクロウ細くなるやつ。そう心が温まったね。腹立ったけど温まったね。複雑なんか複雑な気持ちになる、ね、そこに立ってる人がさ、あの邪魔だなと思って、うん、降りた途端に、はい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 、他の人がそこさささささって、場所取る人とかいるね、いる。でも私も結構まあ戸袋ファンなわけですよ。あ、まあ、それはもちろんそうだよね。あの荷物が多かったりとかするとあそこは便利だし、うん、でもあのね、それやめてみたの、うん、こんだけ知らない人に日々怒ってるから、うん、だったら自分もやめれよと思って、うん、なるほどね、その戸袋ファンをちょっとやめたわけですよ、うん、そしたらすごく気持ちが楽になった。あのなんだろうな、ベストポジションではないんだよ決して。だからそこをから離れるから、例えば降りるのにちょっと奥からいちいちまた出てこなきゃいけないとか、うん、不便にはなるんだけど、ずっとそこにいる、大丈夫かな、邪魔になんないかなっていうストレスから解放されて、うん、もう伸び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 真ん中で思ったら、おわおわおわ仕組むんじゃねえよとかさ、周りが見えるようになったんだ。伸び伸び怒れるようになったわけ。もう怒る資格があるわけ、ね、私には。もうコマスコさんだね。コマスコさん出ちゃった、直澄さん出ちゃった。コナオズミさんだね。直澄さん言うけどね、言うからね、叱りに行くからね。そうそうそう、なんで俺が我慢してんのにお前が我慢してんのものすごい理由で。いやでも結局あそこってさ、うん、絶対人が通るとこでしょ。そうそうそう、うん、だから
自分もだって落ち着かないよね。そう、だから奥行った方が楽なんだよな、うん、それを私今言ったんだよ、うん、そうだよ絶対俺見ると思った100で俺見ると思ったから俺見たでもただみたいな人もたまにはいるからやっぱ電車の中面白いなと思いました。そうだね、こういった怒りというかがあの爆発して、うん、あのすごい大ホームランを打ちまくってると発声のアルバムがあと2日後に出る、うん、おー、ひなぶり息が出ますから、もうみんなだからこれを聞いて、うん、私の今の話を聞いてすっきりしてほしい、うん、もうみんな我慢して電車乗ってるもんね。私も結構我慢して乗ってんだよ、ここで文句ばっか言ってっけど言ってっけどでもいいこともあってさ、今日だけど、ま、いくつぐらいかな、二十歳前後の女の子が、うん、俺の、まあ、この辺に座ってて、目の前に座っててイヤホンして楽しそうにイヤホンし始めて、音楽勝ちだったのすごいノリノリですっごい嬉しそうに音楽を聴くの、そういうのを見ると音楽っていいな。それ二十歳の女の子だからじゃね。四五十の人がそうだね。そっち寄りの年なんだけど。そうだな。そうそう。二十歳は何やったって可愛いよ。男も女も。そうだよ。四五十になった時のために。ひなぶり一気。そんなあなたに。そんなあなたに。そんな私たちにひなぶり一気。ね。ということで、発電のアルバムを楽しみにしてもらって、うん、で私たちのアルバムも多分あのもうちょっとしたらいろいろお知らせできると思いますので、うん、こちらもぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。で7月13日、はい、いよいよ来週ですね、うん、そうだからこんな人生劇場、電車、さまざまな電車を乗り継いで、うん、今回は、渋谷ですか、うん、渋谷スターラウンジでカウンターブロー31回目をやります。あるからが出るからなのでよろしくお願いしますお待ちしてます。では